いやこんにちは、吉祥寺さんも吉祥寺とまっちゃんです。いや暑いですね。さすがのね梅雨明け暑さで見ちゃいまして。ただこちらで休憩しようと思ったらちょうどなんでしょうこのハワイアな感じ、アロハな感じなんですけど。そうここアロハな感じはですねラニカイジュースと言いまして、この店はもうできてね1年ぐらい経つんですかね。で今度吉祥寺丸井さんに新しくオープンするということで、今回のね特集に入れるためにやってまいりました。でここはねハワイナンバーワンのアサイーボウルとあとねスムージー、この専門店となってまして、私もねハワイ大好きでよく行くんですけれども、本当ねラニカイジュースのお店至るところにありまして、いつもね美味しく向こうではいただいてました。でね吉祥寺やっぱりね男一人だとなかなか入りづらかったんで、ここまでね吉祥寺散歩でも特集してなかったんですが、今回梅雨明けであまりの暑さでもうね喉を潤したいということでやってまいりました。で選んだのはねマンゴーサンライズという定番の、一番間違いのないマンゴーとねそれに蜂蜜をプラスしたもので、あとですねピタヤパッションと言いましてね優しい酸味のドラゴンフルーツのスムージー、このね2つを頼みました。左の黄色がねマンゴーサンライズで、右のピンクがパタヤパッションとなっています。うまめっちゃ濃いっすよ、すごいマンゴーサンライズ、なんか目が覚める感じですけど、サイズがね、レギュラーのサイズなんですけど、でも結構しっかりと飲み応えがあるんで、お腹いっぱいになるかもしれない。今ちょうどお昼の前、11時半ぐらいなんですけど、今度はちょっとお昼はあんまりいらないかなぐらい。さっきから画面には映ってないですけど、女の子がひっきりなしに入って買ってくるんで、おじさんここで飲んでるので女の子をジロジロ見られながら今撮影してますよね。大変恥ずかしい感じ。いやレギュラーサイズでもね本当お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。ということでね次にやってきたのはサンロードなんですね。名店の吉祥寺トラヤさんなんですけども、そこのビルの1階と2階にですね、なんと渋谷からやってくるラーメン、俺流塩ラーメンと今ね絶賛工事中ということで、8月の上旬にねオープンする予定となってます。いやほんとね渋谷で大人気な様子なので、ぜひぜひね吉祥寺オープンしましたら食べてみたいと思います。それではね次のお店に行ってみたいと思います。はい、やってきたのはね地産マルシェさんがあります隣ですから、 JR のね吉祥寺駅から新宿方面にガード沿いを歩いていったところにございます。でお名前がねテバップスという通り、テバ酒場ということで楽しみですよね。オープン前に来てしまったんでね、またオープンしたら行ってみたいと思います。概要欄にインスタのリンク貼っておきますね。はい、大衆ステバ酒場テバップス吉祥寺店さんでした。はい、それではねちょっと途中通過というかやってきてライフさんですね。いやついに戻ってきましたね吉祥寺駅、駅地下になんと、ね、ライフ吉祥寺駅前店さんということで、吉祥寺駅前店って名乗ってるということはですよ、駅前以外にも出すつもりがあるというふうに捉えて間違いないんじゃないでしょう。ということでね、オープン日は7月の27日の土曜日ということでね、ちょうどこの動画を公開する日の10時からオープンということで、ちなみに駐車場はないんですけれども、駐輪場はどうやら118台のご用意ということで、営業時間は朝の10時から夜中のね、24時までやってるっていうことで、非常にね、吉祥寺の方にとっては便利なんではないでしょうか。でね、1階と2階と中でねエスカレーターでつながってるそうなので、大変売り場も広くて楽しみなライフさん、ぜひぜひね私もまた利用させていただきたいと思います。それではね次の店に行きたいと思いますが、井の頭通りを三鷹方面に歩きましてね、はい、なんとなくこの建物ね見たことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。
まあ、丸井寄りの方から行くとラーメンのね、あの武蔵屋さんとか、あとパンで有名なエピーさんでしたかね。そのもっと先、吉祥寺通り寄りの方に行ったところにあります、予約がね取れない富川さんっていうね、お寿司屋さんの2号店ということで、寿司と趣向富川ということで、まあ、こちらもね開店早々なかなか予約が取れないらしいです。さあ、そしてね、今回最後にやってきましたのは、その先、井の頭公園、吉祥寺通りをね、ずっと南万助橋の方に歩いたところにオープンされましたチェックコーヒーさんですね。でもちろんね、概要欄にインスタのリンク貼っておくんですが、1階席のみねペット同伴可能ということで、ご飯の用意もあるみたいなんですね。まあ、井の頭公園でね、ワンちゃんの散歩ですとかね、もしくは歩き疲れた時に寄っていただくにはいいんではないでしょうか。チェックコーヒーさん、要チェックですということで、今回も吉祥寺散歩前編と後編ね、ご視聴いただきありがとうございました。前編まだの方はぜひ概要欄にリンク貼っておきます。チャンネル登録お待ちしてます。それではバイバイ。